こんばんは。こんばんは。料理家の高見です。料理家のえもです。はい。今日は、薄力粉を米粉で置き換えるとどうなるのクッキーで徹底比較イエーイということで、米粉と薄力粉の違いをご説明して、あとは置き換える時の注意点ですね。と、米粉の選び方。米粉っていろんな種類があると思うんですけど、それの選び方。この3点を、お伝えしていきたいと思います。じゃあ、まず、はじめに、米粉と小麦粉の違いについて説明していきたいと思います。はい。はい、こちらです。大きく分けました。3つです。はい。で、1つ目が、グルテンを含むか含まないか。小麦粉はグルテンという、タンパク質の成分ですね。こちらを含むんですけれども、米粉はグルテンを含まないです。米粉はグルテンがないので、まあ、生地を伸ばしたり、伸縮性があるとか、あと弾力が出るっていうのはちょっとグルテンの性質は持たないので、はい、またね作り方とかもポイントとかも作る対象によって変わってきます、はいはい、2個目が吸水率と給油率。おうおう。米粉なんですけど小麦粉と違って吸水率が非常に高い。吸水率、お水をこう、はい、吸い込む、吸い込むんですよ。だけど給油率に関しては低いです、はい、小麦粉よりも。米粉で揚げ物をしていただくと無駄な油をこう吸わないのでヘルシーに仕上がるって嬉しい、はい、言いますよね、まあ、あとはこうサクッと時間が経ってもサクッとしてるとか、はい、じゃあ3つ目が、風味と食感、はい、吸水率が多い分しっとりもっちりもっちりした食感っていうのが米粉特有ですよね。確かに、はい、私お菓子本を出版させていただ、はい、出させてね買っていただいてるんですけれどもちょっとそちらにも小麦粉を違う粉で代用したらどうなのみたいなことをかなり詳しくね書かれてます。はい、こちら Q&A 形式でね、そうそうこういう、お悟りらしいのかみたいなことも、そうすごいわかりやすい。はい、ぜひ気になった方は現在こちらを参考にしてください。はい、ありがとうございます。はい。ということで今日は2つの米粉を用意したんですけども、こちらが、まあ、一般的にスーパーで見かけるようなお料理に使えそうな米粉ですね。料理用の米粉ですね。でこちらが富澤商店さん製菓材料店で購入した製菓用の米粉です。お菓子作り専用っていうような、はい、そうですね、はい、じゃあこの2つ何が違うのかと言いますと、はい、まあ、見た目はねそんなに変わらないんですよ。本当だ。そう。うんうんうん。だけど、ちょっとね、触ってみると、この製菓用の方が粒子がより細かいので、すごいサラサラなんですね。もともと米粉ってかなりお米をね、細かくしているので、まあ、粒子は細かい方なんですけれども、はい、製菓用の米粉は料理用よりもさらに細かくして、なるほど。使いやすくしたっていう感じ。ですね。で、じゃあ実際にどのぐらい違うのかっていうのを、これ今 10g ずつボウルに出してるんですけれども、ここに 10cc ずつお水を足していきますね。はい。はい、10cc 今入りました。はい。じゃあまず、製菓用の方から混ぜていきます。ぐる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 。とろーっとした感じになるんですけれども、本当だ。お料理用の米粉だと、もうね、すごいんですよ。すごい。全然違う。ダマ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 ってなっちゃうんですよ、こうやって。なので、お料理とね、お菓子では基本的に使い分けしてくださいねっていうのが、今日お伝えしたかったことです。今日作って実験していくのは、クッキーです。はい。基本の型抜きクッキーのレシピになるんですけれども、一応薄力粉のレシピで書いてます。薄力粉 120g、粉砂糖 50g、塩少々、溶き卵 20g、無塩バター 60g、はい、という形で作っていくんですが、じゃあまず、このレシピをもとに、はい、同じ量の米粉で代用した場合を作ってみます、まず、まあ、それで上手に作れるのかしらっていうのを見ていきたいと思います、はい、まず常温に戻したバターがここにあります、はい、で常温に戻した状態はまあこうやってゴムベラとか刺した時にスーって柔らかく崩れる状態ですね、まずはバターだけで練ってあげてください、はい、こうすることで後に入っていくお砂糖とかがどん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 混ざりやすくなってくれるのでね、クリーム状になったバターの中に粉砂糖ですねとお塩入ります、はい、でこれをすり混ぜていきます。
私はいつもクッキー粉砂糖で作るんですけど、粉砂糖で焼いていただいた方が、粉砂糖って粒子がすごく細かいので、焼き上がった時にクッキーの表面がすごく綺麗になるんですよ、つるんと。なるほど。お店みたいに綺麗に焼き上げたいなって時は、粉砂糖がおすすめっていう。それもね、書いてるんですよ、本人。うまい。こんな感じで、はい、載ってますんで、ぜひ気になる方チェックしてみてください。そしたらここに卵を、まあ、2、3回ぐらいですかね、に分けて入れてあげてください。はい。これ一気に入れちゃうと、分離してすごく混ぜづらいので、分けて少しずつ混ぜてあげると綺麗に混ざると思いますよ。うんうん、はい、じゃあ卵が全部混ざったので、ここで米粉を加えていきます。はい。で、米粉は、薄力粉、小麦粉よりも粒子がとても細かいので、振るわずに加えていくんですけれども、小麦粉で作る場合は振るってか、なるほど。加えてあげてください。じゃないとダマになっちゃいます。で、今、米粉 120g 加えてます。で、ここから切るように、ね、こう混ぜて最初。グッてやった時点で、まとまってくるんですよ。こう、わかりますか、うんうんうん、こう、グッてやった時に、この、今、ホロホロがなくなってる箇所があるじゃないですか。こう、ウベラで押したところ、ここ、ここ。はい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 。ちょっとキュッと。あ、一見まとまったかなって思うんですけど、うん、また触ると、ホロホロホロってなっちゃうんですよ。崩れちゃうんですよ。ホロホロしてますね。そう。だから、こう、まとめようまとめようってこうやってても、一向にまとまっていかない感じなんですね。はい。なので、同量で代用しちゃうと、やっぱり米粉と小麦粉は、吸水率、吸油率が変わってくるので、同量での代用はちょっと難しい。なるほど。っていうことが、わかりました。わかりました。一つ目の、はい。わかりました。わかりました。はい。そういうことが、わかりました。120g だとなかなかまとまらなかったので、次は 80% ぐらいに米粉の量を変えて、次は作っていこうと思います、はい、でちょっと作り方はさっきと一緒なので端折りますね、はい、さっきのよりも全然まとまりがさっきのこれですね、そう、これとこれなんですけど全然違くて、これはもうほらゴムベラについてるだけでも結構本当だ、滑らかな感じに、そう、滑らかな生地になってる、うんうんうん、まとまりましたね。ほら見てください。じゃーん。じゃーん。こんな感じで生地が綺麗にまとまりました。こちらが、小麦粉と同じ量で作った米粉の生地です。一応ギューってやると、うん、まあ固まるっちゃ固まるんですけど、すっごいほろほろほろってこれ舐めただけでほろほろほろってなっちゃうんですよ。うんうん、まあ、なのでとてもじゃないんですけど、型を抜くとかそういう作業はできないですよね。難しい。うんうん、薄力粉の 80% の量で作った米粉のクッキー生地です、はい。はい、バージョンですね。こちらすごく綺麗にまとまってますね。まとまってますね。と、はい、いう感じですので、うん、薄力粉のレシピで米粉を代用したいよ、米粉を使いたいよっていう場合は、うん、量を調整する必要があるので、はい、クッキーの場合は8割程度。で、さらに比較をすると、はい、この子が薄力粉のオーソドックスなクッキー生地なんですね、うんうん、普通のクッキー生地で、これが米粉のクッキー生地なんですけど、色が全然違うの分かりますか？本当だ、この方が白い、そう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 、うん、なので当然この生地の状態の色っていうのは焼き上がりにも影響してきます、はい、で、クッキーなんですけれども、ボウルからラップに移してまとめてピッピッピッて密閉して、うん、冷蔵庫で、30分から1時間ぐらいはですね、はい、休ませてあげてください、うんうんうん、型抜きクッキーなのでバターを使っておりますので、この状態だとちょっと柔らかくてね、生地が柔らかくて型が抜きづらいと思いますので、うんうん、ちょっと冷やしてあげた方が型が抜きやすくなると思います、はいはい、実際にじゃん、焼き上がりがこちらなんですけれども、こちらですね、小麦粉で焼いた小麦粉バージョン、これが米粉、はい、若干ちょっと色が薄い、あ、ありますかね、ちょっと白い、白っぽい、うん、仕上がりになってますね、一回ね割ってみましょうか、じゃあ薄力粉の方から割ってみますね、はい、お願いします、パキッと、あ、もうなんか普通のクッキーサクッとしたような感じですね、そう、サクッとした感じ言われました、うんうんうん、はい、美味しい、こうやって米粉いきますよ、はい、パキッ、あ、なんかすごい軽いです、で今ホロホロホロって粉がちょっと落ちましたもんね、落ちたぐらい軽いホロっとした感じ、伝わりますかねこの感じ、今割った感じで感想を言うと、うんうん、米粉の方がちょっと崩れやすいかも、うんうんうん、なので持ち運ぶ時とかプレゼントする時ちょっと気をつけた方がいいかもしれないですね、確かに米粉のクッキーはね、いただきます、食べてみや小麦粉バージョン食べたんですけど、うん、サクサク
はい、はい、次米粉バージョン食べます。はい、うん、はい、米粉だと、うん、もうほろっとこう歯を入れた瞬間にほろほろっと崩れていくような優しいなんか食感ですね。はいはいはい、うん、それに対してやっぱり小麦粉の方はサクサク結構しっかり噛み応えというか食べ応えになるような感じに仕上がってます。でなんか小麦粉で作ってる方が、うん、このバターとか卵の風味みたいなのをしっかり感じるような気がしますね。うん、で小麦粉の方が小麦粉の方がそうで米粉だと、うん、風味は小麦粉ほど感じないんですけど、うん、あのなんて言うんだろう、甘みがちょっと強く感じる。あ、お米だからですかね、うん、原料がね、多分お米の甘み、お米の甘みですかね、うんうんうん、すごいよりなんかこう優しい甘みを感じるのは米粉の方かなっていうような。どっちも美味しい。ありがとうございます。どっちも美味しいです。ということで本日もご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。